群馬県高崎市ブレイブファイトクラブから、会社員小林正人43歳、とにかく面白い試合したいと思いますので、どうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いします。群馬を背負いブレイブ魂を見せる。対するは今大会最年長ファイター、ブリングイットオンパラエストラ AKK 不動産賃貸業、田中聡59歳。ボエオドラゴンに衝撃を受け、ブルース・リーに人生を捧げた男。今年還暦という人生の節目を迎え、年々体力が落ちていることを実感していますが、地道に努力を続けていれば、まだまだこの年でも動けるということを皆様にお見せできればと思っております。友よ、水になれ。小林雅人 VS 田中聡。さあ、日立さん、第5試合60キロ契約の試合でございます、はい、おー、60キロ、自分と同じ回帰ですね。もしかしたら日立さんとも対戦する可能性があるかもしれないですね。1分30秒、2ラウンド行います。なんといっても最年長の田中さん、59歳ですから。173センチ、58.9キログラム。自分絶対動けないですよ。ブリングイットプラストラ AKK 所属、来年59歳ですから、ね、そうそう、不動産賃貸業、すごい、田中さとし、今大会最年長田中さとし、いい表情してますね。ブルース・リーを彷彿とさせる。169センチ、59.3キログラム、ブレイブファイトクラブ所属。一方の小林さん、43歳、いや、なんか年齢が違う、はい、すごかったですね、はい、小林16歳差ですね。入場から結構盛り上げ上手だなと思って、レフェリー、ね、観客もすごいですね。しかもキックボクシングのレジェンド正人さんの本名と同じ名前ですからね、小林正人って。本当ですね、よく気づきますね。正人さん VS ブルース・リー、ああ、もうそう、もう世紀の一戦じゃないですか。代理戦争ですよ、間違いないですね。いや、楽しみですね。楽しみです。この田中さん59歳で、小林さんも43歳なんですけど、やっぱり若手になりますよね、このライズボアでは。ライズボアでも若手って、なんか不思議な感じですね。そうですよね。さあ、どのような動きを見せてくれるのか。いや、でも青いパンツが田中さんですね。はい、田中選手、この前蹴りはいいんですか。前蹴りはいいと思いますね。もう相手がやっぱ入り込もうとしてるんで、そこにやっぱ前蹴りっていうのは有効なんで、はい、相手入らせないように。小林選手はパンチを当てていきたい、そのように見えますね。お、でも蹴りも蹴ってますね。この田中さんはポンポンと当てるのが上手な感じしますね。そうですね、はい。サウスポーは今大会初めてじゃないですか、多分。なんか蹴りを主体にしてますよね。そうですね、遠い距離から蹴ってますね。小林選手は今みたいにローをコツコツ蹴って中に入りたいと思うんで、はい、蹴りを忘れないで蹴ってほしいですね。この小林選手の右が入った。右の攻撃いいですね。このサウスポーの相手にはどのように戦うといいんですか。セオリー的にはやっぱり右の攻撃がいいっていうふうに言われてるんですよ、はい、右の、まあ、キックであったり右のパンチ、さっきあったストレートみたいな、はい、ああいうのがやっぱり見せ、まあ、やすいというか、なるほど、っていうふうに言われてるんですけど、まあ、でもあんま変わんないと思うんですけどね。このでも田中さんはポンポンと当てていきますね。当ててますね。いや、これは面白い試合ですね。うわ、お、膝出して、おバックスピン出ましたね。バックスピンキックが出ました。おー、スーパーマンパンチ。トリッキーですね、田中選手。本当にブルース・リー並みの。いやー、本当。わっ、おー、もう一ランド。小林選手の右のパンチも当たった。最後、頭ずらしながらスーツ打ってたんで、うまいですね。なんかこれもなんか、技術の田中さん、パワーの小林さんという。そうですね。結構小林さんはもうあのガツガツいけてるんで、はい、あのぐらい強引に行った方があのやっぱ当たるんですよ。あー、なるほど。こうちょっとこう相手がこう技術でこう蹴ったりパンチしたり組んで離れてしてくるときに、はい、それに対応しようとするとやっぱ当たらないんですけど、はい、ああいうふうにガツガツ一歩踏み込めてるんで当たってるんですよ、小林さんの右も。ただ田中さん、この59歳で試合に出るってプロでもキックで聞いたことないですよね。いや、ないです、ないです、ないです。もう
だってもう練習すらもう大丈夫きついです、ね、そうですよ、ね、試合減量して試合してセコンダーでセコンダーすごすぎるっすね。だって普段不動産で働いてていもう家帰ったら絶対休みたいじゃないですか。ラウンド2ファイナルそうですよね動けてるという。おわあサイドキックも一方の小林選手も会社員そうですね。小林選手はもう冷たいですね多分。ただ圧力が田中選手あります。おわそう小林選手のこの返しもいいですよね。そうですね。ここに小林選手はもうあれあの距離で戦いたいですけど田中選手は入れさせたくないですね。そうそう今こう今の当たったか当たってるんで、はい、田中選手は入れさせた。ああこういう膝とかいいですね今の入りにくそう。おただ圧力をかけていく田中聡。うわプッシュもいいですね。おちょっと今おおトリッキーですね。トリッキーの技が炸裂。うわただ小林選手の目も死んでいない。うわいってますね。こうやって前に冷たいですね小林選手は。膝今の膝もいいですね。技が多彩ですね。ラスト30秒さあラスト30秒です。おーいおーそう参ってる。おさあ気持ちで負けない小林選手。いや田中選手うまいですねこの膝とかも、はい、おーいその近距離で来られたくないです、うん、来られてもしっかりガード上げて膝とか回って、はい、ラスト10秒パンチもらわない技術がうまいですね。おおただ小林選手の圧力がここで来た。ああもうあと最高当たってるですね。おお試合終了。これは最後の最後まで振り抜いてましたね。いやこの試合もいい試合でしたね。いやすごいですね本当。いや田中選手59歳に見えない動きでした。最後までスタミナ切れずに。いやすごいこんなに動けるなんてびっくりしましたね。一方の小林選手 も、はい、もうこれもう絶対負けないぞっていう気持ちが。いやもう最後の最後までもう振ってたんで、うん、いやいい試合ですね本当。いやこれは43歳と59歳の16歳差のね。いやどうなるですかね。それでは集計結果をお知らせいたします。わかりません。ジャッジ和田20対18、青田中。お田中選手に入りました。ジャッジ友武20対20、ドロードロー。おジャッジ佐藤20対19、青田中。お田中選手以上2対0の判定をもちまして勝者田中佐藤選手勝利です。やっぱちょっと当てた田中選手に強いかなって感じですね。技の多彩でしたよね。多彩でしたね。一方の小林選手も最後まで本当にね、いや当たってましたね。気持ち見せてくれましたよね、はい、いやーいい試合でしたね。いやただ田中選手は本当に前蹴りがポン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 ジャブのように出て当たってましたね。前蹴りやっぱ膝とかも上手だったんで多彩でしたね技が。いやこれなんかニュースになりそうですね。59歳で結構大きそうですよもう59歳のブルースリーが。さあそれではまだまだ動ける感じが。いやそうですね。田中聡選手にコメントをいただきたいですね。今度ぜひあのブルースリーの衣装で出てきてほしいですよね。いや それで戦ってほしいですけどね。このあのパンフレットの衣装で、ね、あの登場してほしいですね。そうですよね。ヌンチャク持ってそうですよね、はい、いやあれ見してほしいですね。見してほしいですね。いやこの後マイクもありそうです。いや田中選手のマイクちょっと聞いてみたいですね。そうですね本当。ブリングイットンパワーシスの AKK 所属の田中です。優しい顔してますね今。優しい声ですね。今年9月に還暦を迎えという人生の節目を記念してこの大会に出場することを決めました。対戦していただいた小林選手ありがとうございました。自分より16歳年下の方なんで本当に体力的に厳しいかなと思ったんですけど、なんとか頑張って勝つことができました。これも一重に、サポートしてくれた方々、また本日お忙しい中応援に来てくださいました皆様方のおかげだと思っております。本当にありがとうございました。あと余談ですけど、私ライズのスタッフの方のやらせていただいておりますので、会場で見かけましたらお気軽にお声をかけてください。リング消毒とか
バンドガーさんのロープ上げとかやっておりますので、どうぞよろしくお願いします。これからブルースリーで、はい、そうですね、無事に試合が終わって本当にホッとしております。明日から、ゆっくり孫娘と過ごしたいと思いますので、本当に孫娘は可愛くて可愛くてしょうがないです。どうもありがとうございました。いい、ね、ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。いや、そうですね、ちょっとうるっときましたね。選手退場。いや、田中選手、これなんかライズボアの顔になりそうじゃないですか。そうですね、やっぱこの最年長っていうのもやっぱり、はい、それでやっぱしっかり勝ったっていうのもかっこいいですね、うん、キャラクターもね、しっかりしてますね、はい、いや、帰り方も最後までかっこいい。おめでとうございます田中選手です。